大井競馬第11競争メインレースを迎えました農林水産大臣商店重勝第57回東京杯 G21200m13 頭で争われます JRA から参戦人気の12番ドン・フランキーゲートへと収まって枠入り作業は8番 K.I. ドリー これも8番ゲートへと収まります枠入り最後13番のアポロビビ最後13番ゲートアポロビビ収まりますゲートイン完了スタートしました内から4番のギシギシがダッシュをつけてこれが花を切っていくか 外から押していくのは12番ドン・フランキー前に迫っていこうとしていますその後ろ9番のマックス内側並んでいく5番ジャスティンさらに間を通って8番ケイ・アイドリー1馬身半差11番アルカウン続いて内を通って1番リュウノ野キナあとは中段内から2番エア・アールマスが追走していきます外から上がっていくのは当番ヘリオス3コーナーカーブに差し掛かりますあとは内を通って6番のマーチリリーが追走600の標識を通過 アルカウンは下がってあとは後方から7番、お祭り男あとは内を通って13番、アポロビビ4コーナーカーブから直線に向きます。 前の体勢は5番のジャスティン外からは12番ドン・フランキー並んでくる1番、龍之キダも外から前に迫ってきたさらには4番のギシギシ現在4番手あとは外から9番マックス先頭は12番ドン・フランキーだドン・フランキー追ってくる1番、龍之キダ2番手3番手は5番ジャスティン粘っているが4番、ギシギシが迫ってくる先頭は12番ドン・フランキー1番の龍キダドン・フランキー龍キダドン・フランキーだゴ輪。ン 12番ドン・フランキーです池添健一騎手1番龍の之な追いましたが2番手3番手に5番ジャスティン4番ギシギシ4番手あとは離れて9番マックスイが続いています12番のドン・フランキー1 2 0 0ルで勝ち時計1分10秒フラットスーニが平成23年にマークした レコードタイム1分10秒1をコンマ1上回りました 1200m で驚愕のスピードを見せました12番ドン・フランキー1分10秒フラットレコードタイム池添健一1番の龍の由岐追い詰めましたが2番手3番手5番ジャスティンです勝ち時計1分10秒フラットはレコード上がり4ハロン47秒43ハロン35秒8と上がりましたどうぞ確定までお待ちください